はい、えー。冒険家の皆さん、こんにちは。えー、と、このビデオは、えー、JFND 行動中心アプローチの第4週ですね。第4週のビデオになります。はい。えー、と、まずこのビデオ、あ、てか、このスライドですけど、この下に書いてありますが、えー、ビットリースラッシュ JFNDAOA、AOA AO はアクションオリエンテッドアプローチですね。えー、AOA04 という、こういう、あの、えー、と、URL で、 このスライドをご覧になることができます。いくつかリンクが含,含まれておりますので、このスライドからのリンクを開きたい方は、えー、この、えー、URL を Chrome などのブラウザーのアドレスバーに入力して、このスライドを手元で開いてみてください。はい。えー、っとですね、えー。まず先週まではですね、えー、授業の目標となる CDS を作って、 それでバックワードデザインの考えに基づいて、えー、まず評価の方法を考えるというところまでやってきました。えー、それで今回はですね、えー、その評価に、えー、合格できるためにはどんな授業をしたらいいかということを考えてみたいと思います。えー、今週第4週ですけど、今週の目標は、えー、もうすでにですね、えー、作成済みの評価基準に合格できるような授業を組み立てることができるということ。そして、えー、っと、 その授業の組み立てにですね、まあ最近は第二言語習得というのが注目されていますから、それの大きなポイント、もう本当に基本的なところだけですけど、それを2つ、えー、説明できるということ。えー、そして最後に、えー、っとですね、行動中心アプローチの優位性を説明できるという、この3つを入れておきたいと思います。はい、えー、じゃあもう、まず早速、その、えー、最初のトピックなんですけど、 第二言語習得という、えー、分野で一番大切なことはですね、えー、たくさんのインプットと、えー、少しのアウトプットということですね。で、えー、僕がですね、30年くらい前に、あのー、僕が大学生だった頃はですね、えー、当時はまだメリル・スウェインという人のアウトプット仮説というのはとても有名で、あのー、大事なのはインプットじゃなくてアウトプットなんだというか、アウトプットをするためには自然にイン,インプットをしなきゃいけないから、とりあえずアウトプットをたくさんさせるようにしましょうっていうような感じだったんですけど、 最近の研究ではですね、むしろインプットの量の方が大事だということが分かってきています。えー、でただし、ここで <laughs>、ごめんなさい。えー、ここで言うインプットっていうのはですね、えー、読んだり、えー、聞いたりするっていうことですね。先生の質問あ、先生の説明をただ聞くっていうことではありません、はい。その言語で話されている内容を聞くとか、その言語で書かれている内容を読むっていうことですね。はいえー、で、逆に書いたり話したりすることが、 アウトプットになります。えー、ただし、何でもいいから読んだり聞いたりすればいいというわけではなくてですね、えー、理解できるインプットというのが大事だというふうに言われています。えー、また、あの、少しのアウトプットもこれ必要だと言われていますけど、これはですね、あの、リハーサルというふうに言うんですけど、頭の中だけで行われるアウトプットみたいなのがあるんですね。えー、それも含,含まれますから、実際にはですね、えー、アニメだけたくさん見て全くアウトプットをしない。 全くそれをあの他の人に話さない、えー。そういう人でもいつの間にか日本語が、えー、自然に話せるようになっているというようなですね、えー。そういう例も、えー、たくさんあります。はい。えー、で、次はですねあの、先週の評価のところにも関係してくるんですけど、えー、第二言語習得ではですねあの、本物らしさということがとても、えー、重要視されています。えー、ですので、えー なるべくですね、その行動が行われる場所で見られるものを教材として利用するといいと思います。で、あの、文系シラバスの考え方ではですね、まだ習ってない言葉とかを人工的に取り除いて、もうとても不自然、不自然な教材が使われることがありますけど、行動中心アプローチでは、限られた知識でも実際に行動できるということが目標とされますので、実際の現場に近い、 えー、つまり知らない言葉もたくさん含まれている、そういう状況の中から必要な情報を取り出す練習などが、えー、重要視されています。えー、っとですね、こういうことに、えー、もっと、えー、詳しいあ、知りた、詳しく知りたい方は、えー、っとですね、あの、白井康弘さんという人の、えー、外国語学習に,に成功する人しない人という本を、えー、お勧めしたいと思います。これはとっても簡単で読みやすい本ですね。えー、n d l e で買うこともできます。 はい、えー。次のビデオではこの本からですね、ちょっとだけご紹介をして、えー、あの引用してご紹介してみたいと思います。えー、それではこのビデオ、えー、は以上です、えー。失礼します。